に忘れた。忘れた？うん、なんか届きました。なんとですね、うん、動画も多分出たことあるかな。あ、うん、ココロくんがクッキングしたやん、うん、ちびっこクッキング、ちびっ子たちと一緒に、うんうんうん、それで撮った女の子のお母様がね、うんうん、送ってくれました。お、ななこさん、ななこさんとこよりとみお、ありがとう。さあ何を送ってくれたんでしょう。なんだ、厳重、厳重だ。あ、待って、私パンパンやん。この前ハリーポッターのカンカン全部食べたやつ、あれ、ななこさんにもらったんじゃん。そうそうそうやで。カンカン持ってきたね。ごちそうさまです。ななななはに取られたよ。あ、そうな。美味しかった。クラミちゃんの靴下。あ、ななはですね。かわいい。あ、行ってきたって言ってた、もしかして。あ、ランド行ってったん？ちゃうわ。お、ランド。ん？あ、そう、ミニうどん。うどんを送ってくれたの。あの、ユニバにはさ、スヌードルがある。うん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 。そんな感じの。ディズニーのミニうどん、うん、これナナハが喜ぶやろうって、夜食にしてって。はっ、これナナハよ、絶対喜ぶわ。何それ、シール帳や。わお、ナナナナ今出ていたで。え、どこに、わからん。あ、ペンや。あ、おったおった。え、クーはちょっと待機待機してる。なんかシール帳やって。はぁ、めっちゃ分厚い。え、シール帳ある、多分開けてみて。で、ナナ座って座って。スヌードルならぬミッキーうどん。はぁ、やった最近スヌードルで5000円やって。でですよ、これは私ですね。ほう、おせんべい、やったー。ミッキーのか、これ缶あげへんからな。缶あげへんからな。缶あげへんかんな。え、何これ、シール帳。シール帳やろ。おい、びっくりした。座って座って。あ、ちゃうわ、メモ帳、メモ帳や。日記書いたりできるやつ。え、でもめっちゃ分厚い。そう、日記書いたり できる。ん、何これ。シール、かわいい。写真入れるねん、そこに。え、かわいい。え、しかもシール帳の台紙貼れ、入れれた。え、これ、あ、ほんまや、ほんまや。これ使える使える使える。え、そのペン見して。猫級、猫級じゃない。え、めっちゃかわいい。これはなんで猫級になってる。あ、これ奈々ちゃんにだって、はい。かわいい。ちゃんと目ざとく靴下も言われたけど、今私のでしょうって。え、だってさっき聞こえとったもん。目ざとかったけど今。だってさっき聞こえとったもん。よかったね。私はまだお腹いっぱいで。ナナちゃん、ナナちゃん、ナナちゃん。ありがとうございます。ちゃんとここ来てください。そっち回される。ありがとうございます。ありがとうございます。え、うどんは置いとっていいんですかね。で、うどん食べよ。で、私まだゲフゲフ言うて気持ち悪いけど、お姉さんもお腹すいたの。すいた。うん。すいた、すいた。ありがとう。せんべい。これあれや。一回送ってくれたことあるやつや。持ってきてくれたんかな、多分。食べたことある。めっちゃ美味しい、せんべい。いやー、ありがとう、なのこさん。もうあげへんで。もうあげへんで。一個だけ私。もう食べるで。カンカンも私のにしよう。すぐ食べれる。カンカンもこの中に入れよう。せんべい、せんべい出して。おせんべい出して。この中片付けよう。あ、かわいい。そうだ。わあ、そう、いろんな味が。ひっくり返った。いろんな味が。ああ、ひっくり返った。見て、かわいい。え、知っとった？こんなんて。え、だから食べたって。おせやん、私食べてないわ、じゃあ。だって私が一人で食べた。おーい。だって私、せんべいといえば私でしょ。私か。私も食べる。あ、そっか。私どっちか言ったらクッキーだもんね。ありがとう。めっちゃかわいい。ハロウィンのやつや。いただきます。これなんやろ。これなんか、これ何か分からへん。一番何か分からへんで、これ。見て、光る。何の形か分からへん。ミッキー？あ、ちゃうわ。かぼちゃや。なあ、横にしたらかぼちゃや。うん、おいしい。ありがとう。もう早速使いよんで。え、しまうにちょうどいいやんと思ってさ。うん。ここ大変なことになってんねん、ここ。うん、最後に。いらんコードは捨てろって言って。捨てろ。いらんコードは捨てろ。オープンタイムです。オープンタイムです。オープンタイムです。あ、ひっくり返って寝とってんな。うん、かわいいかわいい。あ、かわいいかわいい。あー、なになになに？なになに？ここに、こんなとこにも、うん、ななこさんがくれたタイムターナー。おう。
これここにしまってんの大事。なんかこれいろんな味がする。乱雑に置かれた結婚指輪、それ結婚指輪な、うん、乱雑に置かれた結婚指輪。こんなとこ入れたらまた分からへんくなんで、どこ行ったか大丈夫。ヒカルがさ、結婚指輪ないって言ったら、この動画見とる人ツイッターで教えてあげてな。ああ、教えてな。ヒカルさん、ここにしまってたよ。うん。みんなの記憶の方が絶対確か。確かやな、確かに。うん、ぴったりやし。